こちらはですね、日蓮聖人の御草庵跡のほど近くにございます宝戒堂と呼ばれる、小さなお堂でございます。このお堂はですね、現在は中に、宝冠のお釈迦様、冠をかぶったお釈迦様などがお祭りされておるんですが、この建物は身延山最古の建物の一つと言われておるものでございます。どういったことかと申しますと、この建物は日蓮聖人のいわゆる御草庵ですね、草庵であった建物がやがて、その後時代を経てですね、いよいよ取り壊されるとなった時にですね、誰とはなしに大聖人を偲ぶ、まさしく大聖人がお過ごしになられた建物がなくなってしまうのは誠に忍びないという方がたくさんおられましてですね、その日蓮聖人の草庵を解体した時に、少しく規模を小さくしてですね、縮小して大聖人の住まわれた建物はこのような建物だったんですよと後代に残すために、少しく小さくしてその草庵の部材を実際に使いながら残されたのがこの宝戒堂であると言われております。具体的に歴史的にこうですね、いつ建てられたかという記録は現在見つかっていないんですけども、非常に古くからこの御草庵の地に建てられていたのは間違いないことでございまして、先ほど申しました身延山最古の建物の一つと言われる通りにですね、部材を見ますと確かにかなり古い、室町時代ぐらいまでは完全に遡ることができるような部材が要所要所に使われておりますので、まさしくその縁起の通りに最古の建物の一つであるのではないかと考えられておる建物でございます。